おはようございます。おはようございます。今日はですね、まっかり村に向かっております。で現在で、ね、空地から3時間ぐらい走って、まだまだ途中なんですけど、結構な長距離で、じゃあもうちょっとなんで、すがちゃん、あ、そっか。そう、本舗初登場、お友達のすがちゃんです。すがちゃんです。お願いします。はい。で、なんと今ここね、途中なんだけどね、じゃじゃん、羊蹄山。私初めて羊蹄山、初羊蹄山ね、うん、僕と浜ちゃんはあれだもんね、2月に洞爺湖行った時に見えそうで吹雪で見えなかったんだよね。で今我々はめっちゃ綺麗、初羊蹄山。すが、うん、ちゃんはね、どさんこなんで、そう、どさんこ何回も来てます。そう、馴染み深い羊蹄山ですね。今日の羊蹄山はいかがですか？素晴らしいです。素晴らしい。100点満点。お、100点出ました。羊蹄山はなんだっけ、蝦夷富士ってね呼ばれたりして、富士山っぽいよねっていう。なるほど。まあ、こっからのアングルだとちょっと富士山っぽくないんだけど、でもなんかいい山だよ。うん、でもこれからね、もっと大きくなる。え、どういうこと？大きくなるってどういうこと？あ、近づくな、びっくりした。夏になったら大きくなるのそんなことないでしょう。え、これ雪溶けんの？夏。え、溶けますよ。あ、溶けるんだ。溶ける溶ける。オッケー。では、じゃあ進みますか。はい。はい。レッツゴー。ちょっとすがちゃん、はい、衝撃の事実ですよ。びっくりだよ。大変申し訳ありませんでした。羊蹄山はここです。でかい、でかい、全然違う。さっきのオープニングでね、我らがどさんこすがちゃんがあれが羊蹄山ですって言ってましたけど、馴染みのあるって言ってたよね。違いましたね。いや、馴染みありましたね、うん、さっきのもね。あれは本当ニセコ連邦かっこよかったよ、まあね、うん、フォローありまあでも、うん、羊蹄山はこれです。ちょっと今雲かかっちゃってるんですごいね、まあ、後でね、うん、かっこいいね、雲なくなったらね、また撮りたいけど、ちょっと違ったので訂正です。訂正です。はい、です。そしてこれから最初の目的地に向かいたいと思います。はい、やってきました。では、北海道出身の有名ミュージシャンといえば、グレイ、ドリカム、いや、細川たかしさんです。知らんかった。そしてここの真っ赤に村には細川たかし記念像といって、彼のね、銅像みたいなものがあります。ということで、そこにやってきました。楽しみですね。はい。まあ、細川たかしといえばさ、まああの曲ですよね、うん、北酒場、はい、というわけで、歩くこと3分、銅像の近くまでやってきました。じゃん。はるばる3時間かけてやってきた細川たかし記念像は、なんとブルーシートに覆われておりました。しょうがないね。しょうがない、知らなかった、リサーチ不足です。では、細川たかしさんへ、リスペクトを込めて歌います。歌います歌います。
真っ赤村は、羊蹄山のから、ね、流れ出てくる、ね、湧き水が有名でして、そこの湧き水で作ったお豆腐屋さんにやってきました。映えるやん。そう、これが村さんの湧き水のお豆腐すごい。これで作るのかな。いい大きい、めっちゃ大きい。実は200円って安くない？安い。その風の社っていうのは湯葉？美味しいんですよ。これ何湯葉？めっちゃ美味しそう。どれもこんな。俺コロッケ食べるよ。じゃあもういいんじゃん。真っ赤にちゃんとジャガイモですから、美味しいでしょ。おー、なるほど。ええ、料亭のジャガイモ。コロッケ食べる？食べます。2つ。チーズで。チーズ、ごめんなさい、チーズで。じゃあチーズ1つと、私が肉じゃがください。肉じゃが一番人気。いっぱい買いましたね。いっぱい買った。で、ここはね、今湧き水で作ったお豆腐なんですけど、真っ赤村は他にも湧き水を汲めるねスポットがたくさんあって、ここにもあるんですけど、ちょっとね別の場所のお水を汲みに行こうと思います。はいはい、やってきました。ここはどこですか？京極町。京極町です。はい、隣のさっきの真っ赤村から隣の町に来て、そちらのね道の駅で水を汲みたいと思います。水汲んでどうすんの？飲むんだよ。あ、そっか。え、すがちゃんも家で飲むの？飲みますよ。あ、そういう。ペットボトル持ってきたんで。なるほどね。結構距離あります、うん。やっぱ雪残ってるね。山のふもとだからね。寒いもん。あ、山だから寒いのか。ちょっと湧き水注目で。すげえ勢い。え、もう止まったの？あ、なんかうまい気もするわ。さて、帰りますか。さっき ね、 美味しかった。お豆腐はね、帰ってのお楽しみなんだけど、うんうん、お稲荷さんも美味しかったし、今夜のメニューは湯豆腐で。そうですね、はい、私は湯葉で。湯葉刺しです。いいな、うん、でね、今日はね、日帰りなんで、はい、帰り、行き高速使ってきたんだけど、帰りは下道で 3,4 時間かけて帰りますか。はい、1日で移動7時間。はい、遊び2時間。はい、いいですね。お天気でよかった。どうだった真っ赤村は？どうだった真っ赤村？いいとこだった。ね、細川たかしさんのブルーシートが剥がれたらまた遊びに行きたいですね。行きたい。ご挨拶に。はい、じゃあ帰りましょうか。はい、バイバイ。バイバイ。